行動艦戦争は、明治元年10月1日に、三戸城三の丸内にあった三戸藩を反抗。行動艦において行われた、三戸藩内の保守派と改革派の戦い。天狗党の乱鎮圧後、三戸藩は、市川三左衛門ら諸政党が実権を掌握した。しかし、母親戦争の勃発に伴って形成は逆転する。朝廷から諸政党に対する追悼令が出され。 本国テイラ島や天狗島の残党などを改革派が続々と規範する。諸政党は反地を脱して合図へ向かい、合図藩や桑名藩と合流して合図戦争、北越戦争など東北方面での新政府軍との戦闘に参加する。9月22日に合図藩が降伏すると市川ら諸政党は他の敗軍と合流して参戦のため防備が 手薄になっていると思われたミトを目指した。一行は500人とも1000人とも伝えられる。途中のカタフデン、サラドで、大田原藩や黒羽藩の兵と交戦しながら、9月29日には、ミト城下に到達した。諸政党軍の接近を知った、改革派の家老、山野義芸らは、周辺の兵力をミト城に集結して、防備を固めていたため、 諸政党一行は入場することができず、三の丸にあった行動官を占拠した。行動官の責任者であった青山園次は行動官に駆けつけようとしたが、諸政党に阻まれた。10月1日、改革派は城への攻撃を開始、激しい銃撃戦となった。改革派側は87名もの戦死者を出すも、戦闘を有利に展開する。諸政党は戦死者。 約90名ほか多くの負傷者を出して、翌10月2日夜に、水戸を脱出した。この戦闘で、行動館は、正門、成長、自然道を残して消失。木内の建物のみならず、多くの貴重な蔵書も消失した。今なお、行動館の正門や成長玄関には、当時の断コンが残っている。その後、改革派は新政府軍と共に敗走する、諸政党を追撃した。 諸政党は多くの脱落者を出しながら敗走を続け10月6日の下佐妖日市場の戦いで壊滅した。ありがとうございます。